三人脱退のキンプリ NHK ベヌー101デラストライブ涙混え、ビューティフルフラワー熱唱ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます22日でメンバー3人がグループを脱退するキングプリンスが20日放送の NHK 総合ベヌー101 午後10時55分で5人体制では最後となる生出演を果たした。平野志耀、神宮寺雄太、長瀬角、橋山、岸優太の5人は冒頭、カジュアルなダンスファッションで登場。ライブ前のトークコーナーでは過去に出演した、紅白歌合戦の映像が流れる中、当時の思い出などを賑やかに語り合った。息の合ったやりとりを披露し、変わらぬ仲の良さを見せた。 見ている方に最大限のパフォーマンスを届けたいとのコメントを残し始まったライブでは5人で磨き上げた究極のダンスナンバーアイチャイ版白一色の華やかな王子様ファッションに身を包みデビュー当時から磨き続けるシンデレラガールファンに向けた思いを集めたビューティフルフラワーの3曲を披露最後の曲となったビューティフルフラワーを歌う前には皆さんを笑顔にできるように歌いたい集大成を見せたいとコメント 平野らは時折涙声になる中も、スーツ姿で5人揃って堂々と歌い上げ、一生忘れられない思い出を作れたとファンに感謝した。午後6時に同番組のツイッターに投稿された動画では、5人が並んで登場し、振り幅がすごい。これはいろんな面が見られるメドレーとアピール。今まで作り上げた世界観を、3曲とも楽しんでもらえたらと思いますなどと話していた。グループは22日に平野、キシ、 神宮寺の三人が脱退し、長瀬、橋の二人体制になる。平野耀さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。